皆川城は、下屋国津賀郡、皆川、現在の栃木県栃木市皆川城内町にあった、中世の日本の城である、栃木市指定史跡。皆川市の居城で、螺旋城にできていることから、洞海城とも呼ばれる。当初、寒議年間に、皆川衆院によって築かれたが、この皆川市は、元通る3年に断絶した。新たに木興した長沼市の地を引く皆川市によって、 皆川城が築かれたが、その年代には諸説ある。かつては、大江元年に、皆川秀光によって築かれたとされたが、これには、時間的矛盾が生じる。皆川聖中録では、追記ある字を、皆川詩集としているが、その父の皆川秀宗が築いたとも言われ、皆川氏の母大寺である、金剛寺の案内板はこの説を取り、永響元年の築城としている。皆川氏は、 戦国時代に入ると、北の鹿沼城を攻略した宇都宮氏から圧力を受け、従属と離反を繰り返した。天正18年の小田原征伐では、皆川広輝は、北条氏に組みして、小田原城へ籠城したため、皆川城は、豊臣方の上杉継承税に攻められ、降伏した。しかし、高寺氏は、小田原城包囲直後に脱出して、 徳川家康の陣所に駆け込み、家康の取りなしによって、豊臣秀吉に所領安堵された。翌年、高寺氏は本郷を栃木城に移し、蜷川城は廃城となった。1964年5月19日に、蜷川城氏は指定史跡となり、栃木市が管理している。現在、標高147メートルの城山に、蜷川城市公園が整備されている。 ありがとうございます。